公明党がまさかある人物を党の役職に起用していたと知っていますか？今回の動画では、日本の政治において注目を集めている公明党の動向を深掘りしていきます。その一方、ネット上でも大きな議論が巻き起こっています。特に、党内で要職に抜擢された岡本三成氏が、もともと日本国籍ではなかったことが明らかになり、国民の間に波紋が広がっているのです。彼の経歴が非公開であることについても、多くの疑問の声が寄せられています。政治家としての透明性に欠けるのではないかという指摘も、ネット上で絶えないようです。また、公明党が宗教団体の支援を受ける特異な政党である点についても、批判の目が向けられています。世間では特定の団体の影響が色濃く反映されているのではないかという声も上がっており、党そのものが透明性に欠けているとする指摘が続いています。この動画では、岡本氏の出自や経歴にまつわる疑問点、公明党の内部構造や意思決定に関する課題、そして党が抱える今後の展望を、冷静に読み解きながら検証していきます。果たして公明党は、このまま衰退の道をたどるのでしょうか？それとも、変革を遂げることができるのでしょうか？動画を通して一緒に考えていきましょう。それでは岡本三成氏の公明党における役職の変遷と背景についてお伝えしましょう。岡本三成氏が公明党の重要な役職に就任する経緯は、多くの注目を集めています。彼は、東京都の衆議院議員選挙で新設された東京29区から立候補し、当選が確実視されています。しかし、この当選にとどまらず、彼は政調会長という党の中でも特に重要な役職にも就任しており、党の方向性を示す一員としての立場にあります。この役職は党の政策立案に深く関わり、特に政党内外からの信頼と期待が求められるポジションとされています。岡本氏が選ばれた東京29区は、2024年に行われた区割り変更により新設された選挙区です。この変更は、東京都内の人口増加や選挙制度の見直しを背景にして行われたものであり、こうした新しい地域での選挙は候補者にとって未知の挑戦とも言えます。さらに、従来の東京12区から移動してきた公明党にとって、この新しい選挙区での勝利はそのまま党の勢力を維持し、さらには強化するための鍵でもありました。党の基盤である支持層を新しいエリアでどれだけ固められるかが、この選挙の注目ポイントでもあり、岡本氏の当選はその一つの成果として捉えられています。とはいえ、公明党内部ではその役職変更が必ずしも安定した土台に基づいているとは言い難いのが実情です。岡本氏の就任は前任者の高木陽介氏の体調悪化を受けてのものであり、急な交代劇による不安定さが指摘されています。公明党としても、こうした体制の変化が党の支持層や国民にどのような影響を及ぼすのかについて慎重に考慮する必要があるでしょう。岡本氏が果たすべき役割は、単なる選挙区の勝利を超えて、公明党が抱える現代的な課題にも向き合うことにあります。党として、近年の支持率低迷や党内の高齢化問題に直面しており、若い世代にとっても魅力的な政策を打ち出すことが求められています。特に、地域ごとの課題に対応した政策の立案や、現代の社会問題への迅速な対応が急務とされている中で、岡本氏がどのようなリーダーシップを発揮するかが今後の注目点です。しかし、党の顔となる役職に就任した岡本氏に対しては、すでに多くの疑問の声が上がっています。支持層や世論の間では、岡本氏がこうした重要な役職をどのように務め、特に公明党の支持基盤を守り抜くのか、あるいは国民が抱く政治への不信をどう払拭するかについて、厳しい目が向けられています。党内での迅速な対応と安定した役職者の選出が求められる中で、岡本氏はその姿勢や行動によって、党としての信頼を維持しなければならない重責を負っています。また、岡本氏が公明党の重要な役職に就いたことは、党内での権力構造に対する一部の不満を顕在化させています。公明党はこれまでも一貫した宗教団体の支援を受け、固い支持基盤を持ってきましたが、
現代の多様化する価値観に対応するには変革が必要とされる場面も多いのです。岡本氏のような新しい顔が現れることで、党内の風土や政策のアプローチに少しでも変化が生まれるかもしれませんが、それがどれほど効果的に機能するかは未知数です。次は岡本三成氏の出自と背景に焦点を当てます。岡本三成氏は現在公明党の中枢に位置する存在でありながら、ある独特な背景を持つ政治家として注目を集めています。彼はもともと日本国籍を有しておらず、後に帰化して日本人としての地位を得た経緯を持っています。こうした背景が明らかになるにつれ、ネット上や一部の世論では政治の透明性や国民への説明責任について疑問視する声が強まっています。まず岡本氏の元の名前は陳三成であったことが確認されています。これは彼が中国にルーツを持つことを示しており、後に日本に帰化しているのです。帰化自体は法的に何ら問題はなく、日本社会でも一般的に受け入れられている制度ですが、彼が公人である以上、その情報が公開されていない点が問題視されています。特に国民に対して政策を提案し法律を整える立場の国会議員として、こうした経歴は透明性が求められるべきだという見方が強まっているのです。岡本氏の帰化情報が公的なプロフィールから抜け落ちていることは、国会議員としての信用にも影を落としています。一般に帰化した経歴は個人のプライバシーとして守られるべき側面もある一方で、公人となると話は変わります。公人にはある程度の透明性が求められ、特に国会議員という立場においては国民の信頼がそのまま影響するため、経歴の隠蔽は大きなリスクとなりかねません。岡本氏がこの点について明確な説明を避けていることが、かえって憶測を呼び不信感を増幅させていると言えるでしょう。また岡本氏が重要な党の役職に就く一方で、帰化情報が伏せられていることに対して何か隠しているのではないかとの声も聞かれます。特にネット上では岡本氏のような政治家の存在が政治の方向性や国民の意見に対してどのような影響を及ぼすのかという懸念が上がっており、その批判は根深いものとなっています。衆議院議員としての地位に加え、公明党の政調会長という党の中枢を担う立場にあります。しかし彼の経歴を詳しく調べていくと、彼がかつて中国国籍を有していたという点に行き当たります。元の名前ひねみつなりであったことが確認されており、帰化して日本国籍を取得したという経緯を持っているのです。一般的に帰化は法律で認められている手続きであり、本人の意思に基づく行動であるため、その事実だけで彼を批判するべきものではありません。しかし公明党という日本の政界で影響力を持つ組織の重要な役職者であるにもかかわらず、その帰化情報が公的なプロフィールから削除されていることに多くの人々が不信感を抱いています。公明党の一員として活動する岡本氏は、日本社会における複雑な課題に向き合い、政策を通じて国民生活の改善を目指しているとされています。とはいえ、国民の立場からすれば、政策を策定する政治家がどのような背景を持っているのか、特に国際的な関係が絡む場合には透明性が不可欠とされています。岡本氏のように政治家が国民から見えない部分で情報を伏せたままにすることは、逆に憶測や疑念を招く要因となりかねません。特に国会議員という地位において個人の背景が影響することもあると考える国民も少なくありません。そのため帰化情報が公表されていない現状について、岡本氏には明確な説明責任が求められていると感じられる場面が多いのです。公人である以上、帰化の事実が公にされないままであることは、国民に対する説明不足と捉えられることが多くなっています。岡本氏が持つ政治的権限は日本国内にとどまらず、日中間の関係性や国際的な場面にも一定の影響を及ぼす可能性があります。そうした中で国会議員が持つ出自や背景を明らかにすることは、国民が政治への信頼を寄せる上で重要なポイントです。帰化情報を伏せたままであることについて何か隠しているのではないかといった疑問が噴出するのも無理はありません。また
ネット上の声を拾うと、帰化に関する情報が隠されていることが日本の政治システム全体への不信を助長していると指摘されています。特に日本の政治においては政策の公平性や透明性が求められていますが、こうした状況下では国民の間で公明党の政策決定に対する疑問の声が高まっています。岡本氏が公的な場での説明を避け続ける限り、政治への不信感は深まり続けるでしょう。さらに帰化に対する情報の隠蔽については、国会議員としての立場と責任からも問題視されています。国会議員は国民の代表として政策を決定し、法律を整備する役割を担っています。そのため国民が抱く疑念に対し透明性のある姿勢を示すことが求められるのは当然です。岡本氏の立場からすれば、帰化情報を隠すことでかえって不信を煽っていることを認識するべきでしょう。帰化の事実が伏せられていることで、彼が公明党の政策に影響を与え、国益と真摯に向き合っているのかという疑念が生まれるのも事実です。また岡本氏の帰化に関する情報を公表しないことにより、公明党そのものが疑念の目で見られることにもつながっています。公明党は日本国内で幅広い支持を集めている政党ですが、同時に一部からは宗教団体の支援を受ける特異な政党という視点も持たれています。公明党の重要な役職者が帰化に関する情報を公表しない姿勢を示すことで、党全体が何か不都合な情報を隠蔽しているかのように感じられる場面もあります。これにより党への信頼が揺らぐ可能性があり、ひいては支持率低下にも影響が出るでしょう。こうした背景を持ちながら、公明党の役職を務める岡本氏に対する国民の目は厳しいものとなっており、帰化情報の隠蔽が続く限り、彼と公明党への批判は続いていくと考えられます。国会議員としての立場に立ち、彼が国民の不安に応える姿勢を見せるかどうかが今後の課題となるでしょう。次は岡本三成氏に対するネット上の反応と議論についてです。岡本三成氏の存在はネット上での議論を巻き起こし、賛否が激しく分かれています。特に彼の出自や帰化に関する情報が不透明であることが指摘される中、これが国民の間に疑念と不信感を広げる要因となっています。日本の政治家が外国籍から帰化した経緯を持つことに対して一定の懸念が示されるのは、国民の中に日本の利益が守られるかどうかという根本的な不安があるからでしょう。岡本氏のような立場の政治家が重要な政策決定や法案にどのような影響を与えるのか、ネット上の声にはその懸念が色濃く現れています。また岡本氏のプロフィールに帰化情報が掲載されていない点に対しても、ネットユーザーからは多くの疑問の声が上がっています。公明党の要職を担う人物でありながら、経歴の一部が隠されているように見えることで、何かを隠そうとしているのではないか、透明性が欠如しているという批判が相次いでいます。特にネット上では、公人である以上出自や国籍に関する情報は全て公開されるべきだとの声が根強く、こうした指摘が増えることで公明党への信頼が損なわれかねない事態になっていると言えるでしょう。ネットユーザーの中には、岡本氏のような政治家が果たして日本国民のための政策を提案しているのか、あるいは外部の影響を受けているのではないかと疑う声もあります。特に近年の国際的な緊張や国内の安全保障の問題が高まる中で、日本における外国籍出身者や帰化人の存在が再び注目を浴びています。こうした状況で岡本氏のような人物が重要なポジションにいることが、日本の政策にどう影響するのかを不安視する声も少なくありません。このような議論が加速する中で、ネット上の一部では公明党が日本の利益よりも特定の国や団体の利益を優先しているのではないかという批判的なコメントが見受けられます。さらにネットの反応の中で特に目立つのが、日本の国会議員としての責任を果たすためには経歴や背景を全て公開するべきだという意見です。これには過去の政治家に対する不信感や失望が背景にあります。長年にわたり政治家が様々なスキャンダルや不祥事を起こし、国民の信頼を失ってきたことで、
今やネット上では少しの情報不足や矛盾があればすぐに疑念が生まれる環境ができています。岡本氏も例外ではなく、彼が率先して自らの経歴について説明しない限り、こうした疑念が解消されることは難しいと言えます。ネット上の議論は時として過激化する傾向にありますが、岡本氏に関する批判の多くが政治家の透明性を求める声であることは事実です。日本社会では公人である政治家が国民からの信頼を勝ち取るために常に誠実であることが求められています。しかしネット上の声に耳を傾けると、岡本氏の場合、情報開示が十分でないと感じられる人々が多いことがわかります。特に公明党のような支持母体に宗教団体が存在する政党においては、支持基盤が特定の思想や信条と結びついているため、他の政党以上に透明性が求められる側面があります。そのためネット上では岡本氏の役職就任に対して他の議員と比べてもさらに厳しい視線が注がれているようです。こうしたネット上での議論は必ずしも全体が根拠のある批判ばかりではありませんが、岡本氏が自らの立場を明確にし、帰化に関する情報を開示することで多くの疑念や批判が解消される可能性もあるでしょう。最後に公明党の将来と課題についてです。公明党は日本における一大政治勢力として長年の間、特に中間層や高齢層の支持を集めてきました。しかし近年では少子高齢化による支持基盤の縮小が顕著になり、さらに新しい層への訴求力が不足している点が党の将来に暗い影を落としています。党の政策やビジョンに対して若年層を含む一部の層から保守的で硬直的という批判が寄せられていることも問題です。時代の変化に適応できなければ党としての存在意義が揺らぎかねない状況に立たされています。まず公明党の支持層が主に高齢層に集中している現状は党にとって大きなリスクとなっています。高齢化が進む日本社会において一定の支持層を維持することが可能である一方、若年層への訴求力が乏しいままではいずれ党の勢力が衰退する可能性が否めません。若年層の多くは新しい価値観や生活様式を求めており、従来の公明党の方針がそのニーズに応えることは困難とされています。これにより公明党は変化しない政党というイメージが定着しつつあり、将来の党勢維持に向けた不安が高まっています。さらに公明党が宗教団体である創価学会を支持母体とする点も世間からの批判を招く要因となっています。特に政教分離の原則を重視する層からは政治と宗教の関係性が不透明であるという批判が絶えません。日本の政治においては特定の宗教団体が政党の支持母体になることは支持層が宗教的な価値観に依存する一因ともなり、政党としての独立性に疑問が呈される場合もあります。この点が党の信頼性を損なう原因の一つとなっており、政治と宗教の関係性をどう説明していくかが今後の課題として残されています。また今回の選挙で公明党が勢力を失い始めているという現実も党内外で懸念されています。与党として政権に影響力を行使するための立場を維持するためには選挙での勝利が不可欠です。しかし支持層の変化や党のイメージ低下に伴い、今後の選挙で得票を確保することが難しくなっている現状です。特に党の幹部層が高齢化し、党内の刷新が進んでいないことも問題視されています。若い政治家の登用や新しいリーダーシップの育成が進まなければ党の未来はますます厳しいものとなるでしょう。加えて公明党が掲げる政策自体も現代の課題に対応しきれていないと指摘されています。高齢者の福祉や医療の充実はもちろん重要ですが、若年層の教育や就職支援、さらにデジタル社会への対応といった新しいテーマへの関心が薄いままでは国民からの支持を得ることは難しいと言わざるを得ません。現在の日本社会においてこうした新しい課題に迅速に対応することが求められているにもかかわらず、従来の方針に固執することで党の柔軟性が失われている状況です。
特にデジタル化や環境問題といったグローバルなテーマに対して後手に回っている姿勢は、若年層の共感を得る上で大きな障害となっています。そして公明党内の意思決定に関しても閉鎖的であると指摘されることが多く、これが党内の改革を進める上での障壁となっています。内部の意見が十分に尊重されず、保守的な方針に傾倒するあまり、新しいアイデアや改革の芽を摘んでしまうことが多いとされています。党の構造や運営方針自体にメスを入れ、開かれた組織へと変革する必要があるでしょう。このように公明党は現代社会が抱える課題や国民の意識の変化に対して柔軟に対応するための改革を行わなければ、今後の党勢維持は非常に難しいと考えられます。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の公明党の動向について皆さんはどのように感じられたでしょうか。岡本光成氏の役職起用や公明党の内部事情について少しでもお考えいただけるきっかけになれば幸いです。近年公明党の政策や役職者の選出には支持層の高齢化や党の硬直化が指摘されています。特に今回は党の幹部に外国籍から帰化した人物が起用され、党の透明性と国民への説明責任が問われる事態となっています。こうした重要な情報が伏せられていることについて、政治家や政党が一層の説明責任を果たす必要があるのではないかと感じます。支持を得るためには党として国民と真摯に向き合う姿勢が求められるのではないでしょうか。公明党が今後どのような方針で国民の信頼を回復し、次世代に向けた改革を進めるのか、私たちも注目していく必要があります。皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお聞かせください。帰化議員の起用についてどう思うか、政治家に求める透明性とはなど、皆さんの率直な考えを共有していただけると議論がさらに深まると思います。このように私たち一人一人が日本の政治に関心を持ち、声を上げることが政治の未来を形作る大きな一歩になると信じています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。